私、人の冗談を真に受けてしまうことがありますの。皆さんには嘘だとわかることを信じてしまったり、気をつけなければなりませんわね。怪談話は自然の神秘、なかなかに面白いものですわよ。例えば夜中に男が歩いていると、あら、ティア、どこに行くのです？ガイは女性が苦手ですが、嫌っているわけではありませんの。けれどよく誤解されてしまって不憫な方ですわ。今までアッシュには何度も助けられました。ですから彼が困った時には一番に駆けつけられる、そんな自分でいたいと思っていますわ。私、人の冗談を真に受けてしまうことがありますの。皆さんには嘘だとわかることを信じてしまったり、気をつけなければなりませんわね。政治に対して賛否はあるでしょうが、私はキムラスカという国と民が好きですわ。怪談話は自然の神秘、今までアッシュには何度も助けられました。ですから彼が困った時には一番に駆けつけられる、そんな自分でいたいと思っていますわ。